まあ谷川さん、はい、息もつかせぬとはもうこのことですね。そうですね、本当ゆき選手すごいですね、ものすごい冷静に打たれ強いですし、はい、ちょっと僕ややゆき選手が差はないと思うんですが、はい、ゆき選手がややいいぐらいの感じがしましたね。かなりこのローキックはちょっとバランスを崩すシーンもありますし、さあ第3ラウンドで決着を見るのか。60キロ級もいよいよ日本人上松などを中心に選手層が厚くなってきました。マックスに続くトーナメントも期待されるこの60キロ級。画面左が結城、そして右赤コーナーは山本正浩。いよいよ残りは3分間となりました。ファイナルラウンドを迎えます。2人ともいい顔しています。グラブを合わせた。これが60キロ級の戦いです。ファイナルラウンドを迎えました。ローキック、山本が外打ちと打ち分ける。右ナッパー、そして右のフック、とにかく速いパンチで入り、右ナッパー、山本一気に足を分ける。山本選手はパンチでラッシュかけてますけども、ローキックは強いですね、選手の。とにかく出入り、ディフェンス中心の山本ではありますが、一瞬の隙で飛び込んで決めるというのが山本のスタイル。一方勇気は26勝のうち21 KO、 ほとんどがローキックで相手を粉砕しています。岡島さん、はい、その青勇気サイドはこのラウンドは蹴って蹴って崩してやると、なるほど、ローキックの指示飛んでいますね。まとめて細かいパンチは山本です。飛び膝、さあそのローキックだいぶ足には来ているはずです山本。ただ気持ちで負けない、これが九州男児、長崎の山本と福岡の勇気。スピードありますね、左の膝が当たった、動きが膝できた、得意の左膝飛び膝、すごい、これはどうか。地元の福岡、この思い出のマリンメッセ、ここで初めて K-1 を見たのか。飛び膝、これ3ラウンドの2段蹴りのような膝ですね。波外れた運動神経の山本雅宏、最近足を分ける。3ラウンドまで全然見せなかったんですね。右ラッパー、これを取っといたんですね。で1回決まったらどん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 これ臆せず出すと、また来るまた来る、そこがやっぱりいいですよね。右の服、しかしローキックを叩き込むのは勇気です。右ラッパー来た、これも来た、すごいジャンプ力ですね。的確に山を捉えます。ピンポイントで顎を打ち抜きますね。いやちょっと驚いたんじゃないですかね、勇気選手も。これを温存しておきました山本雅宏。自分が60キロの本当の戦い、しかし勇気も返す。ああすごい、さすが日本、大きくらついた左のハイキック。日本人には負けたことがないという山本雅宏は今日は大苦戦の1ラウンド2ラウンド。右のフック、残り1分。いや勇気選手も根性ありますし、打たれ強いですね。いや九州男児はすごい。さあパンチの打ち合いとなる。右のフックストレートを返した勇気。お互いに来ましたよ今、一瞬動きが止まりました。お互いに来ましたね。気持ちの戦いとなった第3ラウンド。フックからローキック、ハイキック、今度は山本右のストレート。数がすごいですね、これは。本当に60キロの戦いですよね。さあ打つ、打ち合いとなる勇気光のフック。いい試合ですね。残りは30秒、視力を尽くして拳を振る両者した。先ダウンを奪ったのは山本雅宏、日本人最強と言われますが、何の何の今日は勇気が大連戦。これが60キロの戦い。一度ダウンを奪っているのは山本ですが、しかし勇気もすごい。ローキックから、このローキックは効いてる効いてる、完全に嫌がったローキックに山本。大変な9分間、ナイスファイトですね。館内が盛り上がりました。9分間打ち合って蹴り合った両雄、さあ判定決着です。この飛び膝ですが、度肝を抜かれましたね。そうですね、でしかも2発出すところがすごいですね。この2発目、完全に効いちゃいましたね。いやこれは60キロというのはやっぱりマックスにはないですね。ないですね、あの至近距離から飛んでくれる とはね。これはやっぱりあの藤原敏郎仕込みですかね。そうですね、もうすごいトリッキーなね。さあ判定です。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ水岡29対27、赤山本。まずは山本、30対28、
赤山本、60キロ最強者山本正弘が完封勝利。しかし勇気と山本、今まで見せてきた60キロでは間違いなくベストアウト。判定3対0、山本正弘が取りました。